ません。一口サイズの土ライブショー TFM ライブビッツ、東京 FM マッピーこと松本智子がナビゲートしています。今月のマンスリーゲストはザ・ピローズです。そうなんです、よろしく。そのネタニエラジ、このネタで音楽に強くなーろっと。 FM 番組と連動してオンエア中の曲やアーティスト名を表示します。 TFM 初無料でいろいろ文字速報見えるラジオ、全世界でチェックできる一口サイズのプチライブショー TFM ライブビッツ、マンスリーゲストはピローズの皆さんです。よろしくお願いします。さあ振り返ると11年前、1989年、オーケース、なんか長いですね。そうですね、うん、はい、80年代結成、はい、そうなるといろんなことが数々あったと思いますが、そうですね、うん、全部語るには難しいのですが、はい、挙げていただきましょう。恒例のピローズ事件簿ベスト3です。はい、これはあの3人で決めていただいたんですか。はい、先ほど、はい、やりました、はい、いい加減に決めました、はい、では絶対これが一番重要なベスト3ではないだろうっていう、本当、うん、信じますので第3位いってみましょう。はい、まず一番新しいネタですね。はい、3位、はい、ライブ中止、はい、ハッピービバックツアーの2月20日札幌公演、はい、はい、まず1曲目始まったら経験したことのない揺れでしたね。揺れ、トランポリン、トランポリンでしたね。もうその場はぐらい、もうマイクに、もうマイクはこんな感じですね。はい、でもうスピーカーも倒れそうで、でも2曲でまず中断したんですよ。で、まあ、ちょっと下がってみたいな感じで、また再開したんですけど、もう全然ダメで1曲でもう中断して、でも最初は僕ら的にはこんなもんなのこのライブハウスだって、こういうとこあるよみたいな、とりあえず下の店の人がもういいから来てくれと言うから、もう見に行ったら明るさの天井が目に見て分かるぐらい、こう10センチぐらいはっきりこうなってるらしいんですよ。僕は見てないんですよ、僕は予想してるんで。で、あの最終的にね、そのうちのマネージャーが見に行ってね、もうどこもぶつかってないんですよ、見ただけですよ、鼻血出してますからもう完璧に死ぬっていう、これは誰か死ぬこのまま続けたらっていう、話し出しながらバッツッ、すごい、その時にもうみんなあそっかっていうすごい、もう3位からして私にとってはすごいびっくり、はい、じゃあ事件簿、はい、第2位は、はい、急に軽くなるんですけど、何、ザン、キタキツネルルルルル事件、ルル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 、好き好き、私ごめんなさい、キタキツネ好き、これはじゃあ真鍋さん、これはですね、どっから語ればいいんですか。ツアー中の札幌での、また札幌、また札幌ですね、札幌何か起きますね、札幌まで行くときってもうツアーが結構進んでて、体調がこう疲れてきてる時期に、札幌なんで名物のラーメンをみんなで食べて、それから移動だったんですよ。ただその時にちょっと体調の悪かった新一郎さんが、ちょっと戻してしまう。食べたものをリバースしてしまった。リバースして。車の中でね。はい、しかも最悪だ。後ろでうーってドタバタ騒いでるから、ふっと見るとうずくまって。普通そういうのって結構それだと分かる、うん、あの匂いがするじゃないですか。うん、ところが食った直後なので、うん、別に強いて言われるラーメンですよ。ラーメンがそのまま出てきたと。ラーメンはちょっと噛み砕いたお好み焼き状態で、まあ、出ただけなんですよ。とりあえずそれでもう車を止めて。うん、車を洗いましょう、うん、シートとかね、すごい大変なことだから、新一郎さんの責任を感じてそのシートをズルズルと引いて言ったんですけど、うん、横に来たくちゃうんだよ、本当ですね、かわいいなと思ってルールルーとか呼んでたらトコトコして人に慣れてるんですよ、すごい近くまで来たよね、めちゃめちゃかわいいなと思ってたら、そのしんちゃんのラーメン食べました、うん、最初にかわいいな、あこんな近くまで来た、ね、普通来ないでしょ、すごいすごい、ちゅうこ食べてるすみません、本人に聞いていいですか、はい、それ全て事実ですか、事実、僕のおかげで北キツネを近くに、すごい、すごい、すごいんですよ、自分に今日も落ちてない。
1はね、ちょっと笑いがなしに、ね、真面目なんです。はい。じゃん。じゃん。1位、ブリッツ、サンキュー。あー、はい、わー、なんか今ちょっと、ズブズブズブ、イエイ。もうサンキュー。はい、バンド結成11年目じゃないですか。で、やっぱり上記のいろんなバンドも、まあ、知ってましたし、まあ、実際自分のその、まあ、10年以上のその道のりの、まあ、いろいろ、まあ、わざわざこう、あえて普段言わないけど、まあ、うん、まあ、狭い苦労話もあるじゃないですか。だけどね、やっぱね、僕が一番感動するのは今が一番いいってこと。自分のテンション的にも新曲が一番好きで、そしてセールスも一番上がってて、うん、でこの間のツアーの最終日のなんかですか、赤坂ブリッツが一番動員が入った日なんですね。結構やっぱ10年やってると波があって、割と10年目ってもうちょっとピークを過ぎてることが多いんですよ。ピロズはそうではなくて、ずっとゆっくりゆっくりゆっくり上り坂で、まあ今が一番全てにおいて気分も、状況も、うん、マキシマムっていうのは、すごく感動することだな。そっか、もちろんそのブリッツにね、行った人、それから、ピロズまだ見たことないっすっていうね、これ今日初めて見てる人も、6月に、またこれは、またピローズプレゼンツの、そうです、そうです。まあ、僕らが企画してる、というかまあ僕が企画している、デリシャスバンプショーという、はい、まあ、イベントがありまして、名古屋、大阪、東京、それから仙台でやります、はいはい、これどんな感じなんですか。バンド同士もすごいやっぱり近い場所にいて、うんうん、同じかっこいい匂いを持っているという、うん、そういうやつを企画したいなと思って、だからこれレギュラー企画なんですね、はい、毎回ザ・ピローズと、うん、ヌードルスと、うん、ザ・チューガム・ウィークエンド、まあ、この3つでやってるんです。なんですが今回は、まあ、僕の師匠でもある、まあ、プロデューサー吉田仁さん、のサロンミュージックが出てくれるという、素晴らしいライブになると思います、うん、引き続きファンであり続け、めちゃめちゃライブで自分自身も熱くなり続けたいので、はい、応援し続けます。これからも頑張ってください。マンスリーゲストピローズでした。そのネタ家ラジ、このネタでゆかりの笑い通ろうっと、投稿ジョーク集や芸能スキャンダルなど楽しいチャンネルも用意しています。 DFM 初無料でいろいろ文字速報、見えるラジオ、今週のスポットライト、ライブビーツ、よろしく。